ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。聞いて、コナンの放送が1000回突破したんだよ。お、そうなのか？それはめでたいな。うん、それと同時にたくさんの人が命を落としたけどね。犠牲の数だけご長寿番組になれるからな。犠牲の数だけ強くなれるよ。おい、不謹慎だぞ。そんなことより、めでたいついでにコナンにまつわる紹介が聞きたいんだけど。そう来ると思ったぜ。じゃあリクエストにお答えしよう。今日は、コナンの犯人のクズすぎる動機13選、を紹介していくぜ。クズな動機シリーズ？やったー。よし、それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ハンガーをぶつけられたから。ハンガー事件、私が一番気に入ってるやつ。ああ、だからトップバッターに持ってきたぜ。さすがマリサ、まあ私まだアニメでは見てないんだけど、有名すぎて動機だけ知ってるよ。だろうと思ったぜ。しっかり説明するから安心してくれ。こちらは1999年2月に放送されたアニメオリジナルストーリー、135話、消えた狂気捜索事件で出てきた動機だ。あゆみちゃん行きつけの美容室に腕のいい女性がいたんだが、打点に引き抜かれて辞めることになっていた。しかしオーナーはそれに反対、女性の家まで押しかけて説得をする。家に押しかけるって時点ですごい迷惑。間違いないな。当然女性は説得を拒否、クリーニングから帰った服をハンガーから外しながらあしらっていた。するとオーナーが女性に触れ、手に持っていたハンガーが偶然オーナーの顔に当たってしまう。もちろん故意ではないぞ。触ったオーナーが悪いじゃん。ハンガーが当たったのは事故だったんだ。その通り。だが、オーナーは謝罪せず自分を帰らせようとする女性に憤慨、ハンガーで女性の首を絞めて殺害してしまったのだ。ハンガーも自分が凶器になるとは思ってなかっただろうね。ちなみに事件の回想では、バックボーンの説明はほぼなくこのくだりが出てくるだけ、オーナーは終始ハンガーが当たったと繰り返していた。いやわかるよ、ハンガーはきっかけで、積もり積もった不満がたくさんあったんだよね。でもハンガーのくだりをアピールしすぎて、ハンガー当たったのに切れて殺したようにしか見えないんだけど。そうなんだよ、めぐれ警部に動機を聞かれて、あの子、私にハンガーを投げつけたんです。店を辞めないでと頼みに行った私に、としか答えないし、ハンガー以外の動機が欠片も見えない。さすがのめぐれ警部も激おこだったぜ。そんなくだらん理由で人一人の命を奪ったんですか。って怒鳴り散らかしてたな。土星論だぜ。説明不足のせいで完全にハンガーが動機で人を殺したことになってるからね。そりゃ怒るよ。説明不足が極まりすぎた結果、めでたくコナンの中で一番ひどい動機は？と聞かれれば真っ先にハンガーと出てくるほど有名な事件になったぜ。不名誉だけどめちゃくちゃ面白いもん。私もハンガー事件大好き。ハンガーが理由で殺された被害者は不憫でならないけどな。2、彼女が社員を死ねと読み間違えて自殺したから。私チョイスの動機はこちらだ。社員を死ねと読み間違えたって？そんなことある？全くだぜ。でもこれはとんでもない勘違いで起きた事件なんだ。実は内容は救われない悲しい事件なんだよな。1999年11月より、166から168話にかけて放送された、鳥取雲屋敷の会？概要はこんな感じだ。犯人は外国人の男。彼の恋人は鬱状態に陥っていて、ある日自殺してしまう。彼女の死を家族のせいだと考えた男は、一家を次々と手にかけていくんだ。ここだけ聞くと復讐をする男の悲しいお話なんだけど、そうだな。だが事件が明らかになったことで事態は一変する。男は証拠に気がついたカズハにも襲いかかっていたのだが、それを問い詰めた平次に対して逆切れしたんだ。もう誰がどうなってもいいんだってな。それは身勝手すぎるでー。当然それを聞いた平次は激怒、男の恋人が自殺した理由を語る、あくまで可能性の一つだがそれはあまりに悲しい事実で、当初は男にも伏せておくつもりだった。だがカズハを傷つけられて歯止めが効かなくなったんだな。ふむふむ、理由はこうだ。ある日女性は幼い双子に依頼して、彼氏が自分をどう思ってるかを探ってもらった。双子に彼女のことを聞かれた男は、社員、と紙に書いたんだ。これは英語で光のような人、つまり愛する人、結婚したい女性という意味だったんだな。そこはラブで良くないか。だが二人は普段ローマ字で筆談していて、彼女はこれをローマ字読みの、死ね、だと勘違いしてしまうんだな。当然幼い双子も英語は読めず、誤解は解けなかった。いや義務教育の敗北、普段ローマ字で筆談してたとしても、恋人の国籍を考えてほしい。私もそう思う。だが精神的に普通じゃなかったからな、仕方なかったのかもしれない。そして彼女を殺したのは自分だったかもしれない。そう気がついた男は、なぜ自分は日本人じゃなかったのか、彼女はアメリカ人じゃなかったのか、と上ごとのように繰り返しながら連行されていったぞ。お、重い、鬱展開すぎる。
めちゃくちゃ悲しいんだよな。確かに社員を死ねと読み間違えた彼女が自殺したから人を殺したが動機になるんだが、内容を知ると笑えなくなっちまうんだよ。まあそれでも有名なのは動機がパワーワードすぎるからかな。小学生みたいな読み間違いだもんね。義務教育の大切さがわかる話だぜ。異文化交流って難しいね。3、茶髪の女が嫌いだった。こちらはただただクズな動機をチョイスしました。はぁ、意味わからん。こちらは1999年7月に153、154話として放送されたその子の危ない夏物語からだ。皆さんご存知のその子が男運の悪さを発揮するぜ。その子は最初の頃驚くほどに男運なかったよね。めちゃくちゃいい子なのにな。その子は男あさりのためにランと伊豆へ旅行に行ったんだ。男あさり。最近では茶髪の女ばかりが殺される事件が多発しており、その子は恐怖を覚えるが、一人の男に一目惚れだとナンパされ、即有頂天になってしまったんだよな。ちなみにコナンは事件より、その子がナンパされたことに驚いてたぜ。失礼すぎる、けど視聴者も同じ気持ちだと思う。そんな中でその子は次々と命の危険にさらされるわけだ。自分の荷物を漁られるわ、襲われるわ、崖から車ごと落とされかけるわ、もう散々な目に遭っていたぜ。それでも生き延びるその子の生命力。まあ結論から言うと、そのナンパ男に殺されかけてたんだよな。でもどうして犯人はその子をナンパしたんでしょ。ああ、ナンパ男は茶髪女殺人事件の犯人で、その子に証拠写真を撮られたと勘違いしたのと、茶髪だったので殺そうとしていたんだ。そうだ、その子茶髪だもんね。っていうか茶髪だから殺されかけるって理不尽すぎる。茶髪に対する異常な怨恨は男の過去にあってな。男は元カノにひどい振られ方をしてトラウマになってるんだが、その元カノが茶髪だったんだ。元カノも血祭りにあげられたが、それでも足りず、元カノを彷彿とさせる茶髪の女が嫌いだからという動機で連続殺人を起こすんだな。茶髪に対する風評被害がすごいのよ。ちなみに犯人からのお言葉だと、お前のようなチャラチャラした女を見ると無性に腹綿をえぐってやりたくなるのさ。俺をどん底に陥れたあいつと同じ茶髪の女を見るとな、とのことです。クズすぎる。茶髪に対する偏見が昭和のおっさん。そもそも悪いのは元カノの性格で、茶髪には何の罪もないんだよね。その通りだぜ。逆恨みで4人死んでるからな。たまったもんじゃないぜ。とんだクソ野郎だね。だがこの事件のおかげで京極とその子の仲は急速に縮まったからな。そこだけはナイスだぜ。それ以外はゴミクズだけどね。胸クソ悪い事件だったぜ。4、元彼が髪型を変えるのに耐えられなかった。元恋人シリーズでこちら、2008年6月に505、506話として放送された、弁護士木崎恵里の証言からの登場だ。元彼に過干渉する元カノの話？それは女が悪いよ。内容も聞かずにいきなり自分の解釈話出すのやめて。犯人は毛利小五郎の妻、恵里の顔なじみで美容師の女だ。彼女と被害者の男は恋人同士だったが、喧嘩中に男が女性タレントと婚約。ごめん、すでに切れそう。男が悪いわ。まあ落ち着け。そんな仕打ちを受けても女性は元彼にあまり恨みはなく、女性タレントの方を憎んでいたんだ。だから元彼に散髪を頼まれても断らなかったんだな。ただ途中で、元彼が頼んできた髪型は女性タレントの好みの髪型だと知るんだ。それを聞いた彼女は泥棒猫の思うように髪を切らされてる屈辱、それを嬉しそうに自分に頼んでくる元彼に怒りを感じた。そして犯行に及んでしまう。元彼の髪型への執着がすごい。実は女性は美容師になった時、彼の髪は一生私が切るって約束をしていたんだ。未練のある彼女にはそれを無下にすることもできず、かといって今後も髪を切るのは耐えられなかった。もう殺すしかなかったんだな。それは、思い詰めちゃうかもしれない。だって女性は元彼のこと好きなわけでしょ？そりゃそうだよね。未練しかないだろ。喧嘩中に勝手に他の女と婚約されて別れたわけだし、言い寄った女も女だが、普通は婚約しないよな。いや、マジで元彼クズじゃん。あげく、結婚した後も髪を切ってもらおうとしてたんでしょ？何考えてんの？普通に考えて元彼の性格に難ありなんだよな。女性の葛藤も怒りももっともだよね。これは元彼が悪いわ。解釈麻薬になってるぞ。はて、何のことか。何回その下手なはぐらかしする気だ？ゴー、庭の木を勝手に切られたから。くだらないの極み？何この事件？これはアニメ975話で登場する動機だ。めちゃくちゃ最近だな。まだ見てないやつだ。聞きたい聞きたい。被害者の女性は旦那とも仲が良く、庭いじりに精を出すような幸せな生活を送っていた。
それと対照的に隣人だった犯人の庭は荒れ放題だった。そして伸びきった金木犀の枝が女性宅に入り込み、女性はそれを切る。ジョキジョキ、口論に発展した際、荒れ放題の庭を見て、これじゃ木がかわいそう、と言われたことに逆上し、犯人は枝切りバサミで女性を殺してしまうんだ。完全にサイコパスだわ。って家庭入れしなさい。他人の庭に枝が入るの迷惑すぎるでしょ。庭の木関連は隣人トラブルの代表格だからな。しかも犯人はうんざりだった。仲良さそうに毎日毎日庭を作ってるあんたたちが、とも言っていて、普段から勝手に女の妬みを蓄積させてたのがわかってるんだ。嫉妬心がねじ曲がりすぎ。自分の心の庭も荒れまくってるな。残された旦那を思うと心が痛むぜ。しかも犯人は旦那に罪をかぶせようとまでしてたしな。クズの極みだぜ。6、勘違い。勘違い？おいおい、そんなことで人はやめるな。そうだよな。2009年1月に501から523話として放送された殺人犯、工藤新一。これはかなり迷惑な事件だと言えるだろう。コナンが新一の姿だった頃、とある村で起きた村長夫婦の無理心中を担当したんだ。新一は癌による自暴自棄から無理心中だと推理したんだが、村長の息子だった犯人は新一の推理に納得がいかず、新一を社会的に抹殺するため、顔を新一そっくりに変えて犯行に及んだ。新一そっくりに？整形しまくったってこと？ああ、本当に売り二つになってたぜ。わお、高須クリニックもびっくりの整形技術。え、それで勘違いって？犯人が納得できなかった新一の推理は、新一がわざとついた嘘だったんだよ。どういうこと？実はな、新一はあえて真実とは違う犯行動機を村の人に伝えていたんだ。村長が心中した本当の理由は、犯人が実は自分の息子ではないと知ったから、奥さんが違う男と作った子だったんだ。村長は激怒、そのまま奥さんを殺し自分も自殺した。奥さんが正常すぎるけん。だが村長は人望も厚く、その上息子が原因だなんて村人に伝えるのは忍びなかった。だから新一は村人には嘘の動機を、そして犯人にだけは警察から真実を伝えてもらったんだ。しかし、嘘の動機を聞き上の空になっていた犯人は、真実を聞き漏らし、勘違いし続けていたんだな。新一はここまで手厚く気を利かせてくれたのに、なんたる仕打ちなんだろうね。一応刺された被害者は生きてはいるが、何年も勘違いで新一を恨み続け、顔まで変えてこの結果って、本人も被害者も報われなさすぎるよな。なんか被害者がとにかくかわいそう。ああ、犯人にはしっかり反省してほしいもんだな。7、将棋ソフトにマッタを導入しようとしたから。くだらねえ。2003年1月に307、308話として放送された、残された声なき証言から登場だ。犯人と被害者は20年前から将棋仲間で、いつか名人も倒せるような将棋ソフトを作ろうと約束していた。犯人は多額の借金をしてまで被害者に投資していたが、被害者は失踪。なんとか探し出した被害者は犯人に対し、マッタは何回がいいと思う？と20年前なら到底でないであろう言葉を口にした。それを聞いた犯人は、被害者がもうソフトを作る気はないと悟り殺害に及んだ。マッタを入れようとしただけで？なんで？将棋好きからしたら、マッタなんて邪道なんだよ。それに二人が作ろうとしてたのは、名人を倒せるほどの将棋ソフト。仮にも本気でそれを作ろうとしていたら、マッタを入れるなんて考えは浮かぶはずがないんだな。なるほどねー。信じて借金までした挙句、夢を踏みにじるような発言をされた犯人は激高。それで殺人を犯したという至って普通な事件ではあるんだが、動機を一言で言い表すと、将棋ソフトにマッタを導入しようとしたから、逆上して殺した。くだらねえ、一気にくだらない。そりゃ有名にもなるよな。霊夢もマッタを使うときは気をつけるんだぜ。大丈夫、人生にマッタはないから。次行くぞ。8、火事で妹が死んだから。これは動機と犯行内容が相まって、クズすぎると話題になった回だ。2009年4月公開の映画、漆黒のチェイサーからの登場だな。今回は劇場版か。ああ、もともと犯人の妹は駆け落ちしていて、家族の元から離れていたんだ。だが犯人は離れてる間も妹を愛していた。しかしある時、妹はたまたま宿泊したホテルで火事により命を落とす。彼女は7人乗りのエレベーターを自らの意思で降りて、他人を逃がしたんだ。人を助けるために命を落としたんだね。ああ、だが犯人はそんな妹の優しさを無視し、妹が死んだのは他の7人、そして駆け落ち相手の男のせいだと殺人を犯す。妹の思いを踏みにじってるじゃん。さすが劇場版、クズな動機のスケールが違う。間違いないぜ。
その上犯人は駆け落ち相手の男に、妹は他の七人のせいで死んだ、と嘘をつき自分がお前の代わりにその七人を殺してやるから、お前は罪をかぶって自殺しろと言ったんだ。本当にクズだよね。生き延びた七人と憎い駆け落ち相手を殺して身勝手な復讐を遂げた上、自分は無実のまま生きてくつもりでしょ？マジで最高すぎる。ああ、驚くほどクズだ。救いようがない。勝手な復讐心で妹が命を懸けて救った七人を自らの手で殺し、妹が愛した男までも不名誉な死に貶めようとして、本当に妹を愛してたなら絶対にそんなことはしないはずだ。妹を大事にしている自分が好きだった。ただのエゴイストだよ。復讐心のために人を殺めて、最初から最後まで自分のために犯罪を犯したゴミクズだ。コナン映画の中でもトップレベルで胸クソ悪い話だったぜ。さっさと口直しに次のテーマに行くぞ。9、小説が解釈違いだった。霊夢も気をつけろよ。私はやらないよ。さっき解釈の言い出しが早かったからな、予備軍だ。1997年5月に、第57、58話として放送された、ホームズフリーク殺人事件からの登場だ。ホームズ好きが集うツアーで、ペンションのオーナーと恋人を殺害、一人の殺害未遂を起こしている。動機は、オーナーと男の出した小説の内容が解釈違いだったから、か。解釈違い？ただただ動機がくだらなさすぎる。ああ、ちなみに恋人は自分の犯行に気がついて、自首を促してきたから殺したっていうとち狂った犯人だぜ。この犯人、やばすぎ。解釈違いの受け入れがたさはわかるが、人を殺すなよなぁ。小説はシャーロック・ホームズの考察本で、アイリーン・アドラーの嘲笑、というタイトルだった。内容はホームズを出し抜いたアイリーンは、ホームズを小馬鹿にしていたというものだったんだが、犯人はホームズが唯一認めた女性であるアイリーンが、ホームズを馬鹿にするわけがないという解釈だったんだ。うん、完全にどちらも個人の感想だね。そうなんだよなぁ。ちなみに原作でアイリーンは1話しか登場せず、ホームズとの密接な関わりもないんだ。言い方は悪いが、モブなんだよな。え、そうなの？モブならどんな解釈があってもおかしくないじゃん。そんなキャラの解釈で他人を殺すってとんでもないよ。被害者はこんなくだらない理由で、殺されるべきではなかったのは確かだ。作品を愛するのは自由だが、解釈は個々人の自由であることを理解してほしいぜ。しかも恋人も殺してるしね。いや恋人マジでかわいそうだよな。愛してるがゆえに自首を促したのに殺されて、突発的に恋人を殺せるって相当クズだよね。めちゃくちゃ胸クソ悪い。ここまで身勝手極まりないと逆に笑えるぜ。さて次のテーマいくぞ。10、味覚障害になったから。逆上復讐の最上位だ。1998年4月公開の映画、14番目のターゲットからの登場だぜ。いや逆恨みがすごくない？めちゃくちゃすごいんだ。ソムリエだった犯人は女性の車を避けようとしてバイクで転倒し、味覚障害を患った。女性に対し復讐心を燃やす中、ストレスが原因の可能性もあると言われ、自分を侮辱した3人にも恨みを募らせていた。そしてトランプの数字になぞらえて連続殺人することを思いつき、次々に4人を殺害、カモフラージュのために罪のない人にも手を出していった事件だ。カモフラージュのために危険な目に遭った人たちが不憫すぎるんだよ。ああ、それに女性以外の3人は逆恨みと思われても仕方ない内容だったしな。なんならレストラン爆破してるしな。すごいテロ行為だね。関係ない人巻き込みすぎじゃない？ただこの犯人、元は紳士的でソムリエとしての正しいプライドを持った人だったからな。それもあって狂気的な犯人になり果てたギャップで、かなり印象に残ってるんだぜ。そうなんだ。犯行内容だけ聞いた私には紳士的な姿が想像できないくらい、サイコパスのイメージになっちゃったよ。無理もないぜ。もしかしたら事故の後遺症もあるのかもしれないが、いずれにしろかなり迷惑な犯人だな。原因となった女性はともかく、他の人は何も知らずに巻き込まれてるわけだからね。逆恨みもいいところだぜ。11、片思いの人を振り向かせたかった。犯罪で振り向くと思うな。1998年5月に第100、101話として放送された、初恋の人思い出事件からの登場だが、今回死者は出てないぞ。おお、コナンで死人でないのは珍しいね。死にかけてはいるがな。しっかり物騒だった。犯人は殺意なく事件を起こしたんだが、事件を起こした動機が片思いの人を振り向かせたかった。この犯人、男として失格だ。犯人は被害者の女性に好意を寄せていたが、告白を断られていた。犯人は今までナンパで失敗したことがないモテ男で、告白を断られたのがとても悔しかったんだ。そこで彼は別荘に放火し、火事の中から女性を助け出し振り向いてもらおうと考えたのだ。天才、とはならないんだよなぁ。最高のバカだと思うぜ。放火は犯罪です。
ぼや程度で済ませて振り向かせようとしていたアホな犯人だが、思った以上に火の回りは早く、別荘は半焼する大惨事に発展したぜ。怪我をさせないようにと犯人が女性の周りの家具を離しておいていたこともあり、大事には至らなかったが、救急搬送される事態に陥り犯人は大慌てだ。驚くほどバカじゃない？想像力の欠如、自己中心的すぎる動機なのよ。女性には、人の心を無理やりこじ開けようとしても開いてくれない、と言われる始末だったな。惨敗もいいところだ。そらそうだ。まあ各言う女性も過去に同じようなことしてたんだけどな。新一に振られた女性は、新一が自分に告白してきたんだと嘘を流してんだ。本人は後悔して反省しているようだったが、似た者同士惹かれていたのかもしれないぜ。女性もかなりのゲス野郎だったんだね。12、建物が左右対称じゃなかったから。ラスト2戦はトップクラスで迷惑、クズすぎる動機をお届けだ。出たよ左右対称マン。このクズめ、まあ動機しか知らないんですけど。1997年4月公開の映画、時計仕掛けの摩天楼に登場する犯人だが、もう用語の使用がない身勝手さでおなじみだな。動機は、自分の作った左右対称じゃない建物が気に食わなかったからです。めんどくせえ、芸術家特有のこだわりでテロすんな。まさにそれだな。あげく、逆恨みで新一に挑戦状を叩きつけて爆破事件を起こしてるから、人としてもクズだ。マジで擁護できるところがないな。建築家として名を馳せた犯人は、若い頃に様々な理由でシンメトリーに作れなかった建物を消したいと考え始めるんだ。発想が IQ5 なのよ。そんな中市長が捕まり、自分も関わっていた新しい街づくり計画は頓挫。市長の犯行を暴いた新一に逆上し挑戦状を送り、それを隠れ蓑に建物の破壊を企てたぜ。新一、逆恨みの対象になりすぎ問題。恨みを買いやすい立場にいるからな。そして犯行を開始、最後には蘭や新一の命も危ぶまれる爆破になる予定だったが、蘭のファインプレイで爆弾は解除されてめでたしめでたしだ。蘭姉ちゃん有能すぎ。しかも赤と青のコード、どちらを切るかという二択だったんだが、蘭は赤い糸は新一と繋がってるかもしれないからって、青いコードを切って生還したんだ。キュンキュンしちゃうよな。何それ、めちゃくちゃキュンキュンするんだけど、あれは私もにやけてしまったな。犯人の自己満足動機を忘れるくらいだったぜ。私は忘れないよ。たとえな、今でも最低なクズとして名を馳せてるからな、忘れられるはずがないんだぜ。13、義経になりたかったから。それどういう理由？そしてラスト、見事ベストクズ同期賞に選ばれたのはこちらだ。2003年4月公開の映画、迷宮のクロスロードより、義経になりたかったからだ。クズすぎて笑うしかない同期きたー。まだ映画自体は見てないんだよね。詳しく教えて。任せろ。ちなみにこの回は映画にしては、珍しく爆発シーンのなかった事件だな。犯人は源氏ボタルという仏像窃盗団の一人だった。彼は義経にはまり、その執着ぶりは習っていた剣道をやめ、義兄流を継ぐと決意するまでに至った。だがそんな思いも虚しく、義経の名は源氏ボタルの頭領に取られ、犯人には弁慶の名が与えられた。そう、義経に打ち負かされた男の名を名乗らされたのだ。まあ彼にとっては屈辱だったろうね。理解に苦しむけどな。そんな中、頭領である義経が病に倒れ、その名前と宝を独り占めしようと企てる、義兄流道場を再建したいという願いから、資金を求めたんだな。確実に独り占めするため、仲間を全員殺すという強行に走るわけだ。まあコナンたちのおかげで途中で食い止められるがな。そして追い詰められた犯人が叫んだ、歴史に残る名回答がこちら。俺はもともと弁慶より義経が好きやった、義経になりたかったにゃー。ごめん、それはもう笑うしかない。流れから簡単に要約すると、頭領になって義経の名を継ぐ、弁慶なんて不名誉な名前は嫌だった。そして奪った金で義経流道場を再建して、完璧な義経になるんだ。って意味だ。セリフがパワーワードすぎてわけわかんないことになってるがな。動機聞かれて義経になりたかった。って叫んじゃうもんだから、義経になりたかったのに、弁慶ってあだ名にされたから殺したみたいになってる。殺害自体も身勝手な理由から行われてるが、動機として叫ばれたのがわけわからない義経大好き宣言だったせいで、頭おかしい人になっちゃってな。これは、コナン史上最もおかしな動機かもしれないね。ああ、不名誉すぎる人気だがな。さて、今回はコナンの中からクズな動機を紹介したが、どうだ？満足したか？大満足だよ。みんなも徹夜でコナン見よう。睡眠は大事だからやめろ。あと900話くらい残ってるし、見終わるのはいつになるやら。その間も話数増えてくしな。もうダメかもしれない。一生コナン見てるかもしれない。気を確かに持て、面白いからいい人生になるはずだぜ。喜ぶべきか否か悩むね。